あら、忘れるところだったわ。まあ一応君には兄がいたわね。血縁がもうこの物語の肝かも。冷たい暗い大人の人お前も本当の親の顔思い出せないのか。ちょっとやめてください。視聴者の冷たい暗い大人の人たち泣いてますよ。それはさすがに冷たくて暗い大人はえぐくらいねえ。ノンデリバトル、ノンデリラップバトル、 MC レザークリティカルヒット。お話はこれくらいにしましょう、うん、花をあげる。私と同じ冷たい花よ皮肉これ。冷たくて暗い人って言われたから、あの冷たい、私みたいな冷たい花です。聞いちゃってるやん、ロサリア。お前バーバラはなんかいるんだけど。最後の目的地は。また来てくれたんだね、僕のマーラ。もちろんよマービン、あなたの父様が私たちのことをどう思っても、私の愛は清泉町の源にある氷のように。マーラ、君の愛はそんなに冷たくないよ。いいえ、私の愛は泉となってあなたを潤すわ。何千年も何万年も。あ、マーラ、それなら僕の愛は高飛びの浜にいる鷹の目のように。マービン、あなたの愛はそんなに冷酷じゃないわ。いや、たとえ1秒でも僕の視線は君を離さない。誰かが君を奪おうとしたら、僕はこの鋭い爪とくちばしを見舞いするよ。アマビ、アマーラ。天道、風たちの地に行きましょう。風たちの地、水力4セットでさらに火力が 1.3 倍。ケンキさんが滑ってたから見てくれ。相手にも敬意を払わなければいけないですし、ですね、僕も本気で立ち向かったと、うん、はい、そうですね。あのだからもうあの自慢してもらっていいかなと。あのケンキが本気だったよと、はい、はい、本当に素晴らしいプレーありがとうございましたスカチ滑るじゃねえかマジ滑るじゃんこれ。気まずい、見て俺が気まずくなったわ。なんか今ガチで滑ってるじゃん。もうマジ滑るで気まずくなったわ。元気が本気、キスさんのキスか、キスさん悪いよ。次こ滑らせようとしてるもん明らかに。ついていきます。まわざとだよこれ。こいつはどう。普通にキスさん滑らせようとしてるから。この瞬間ブリュー祭はやっぱりオイラたちの助けが必要だよな。リレックの旦那、またな。あ、パイモンってなんで座らないんだろう。ずっと浮いてる。アイちゃんも浮いてるじゃん。お前って本当にせっかちだな。アイちゃんも飯の時浮いてるじゃん。あ、え、今のを忘れてください。大丈夫か、トーマ。まだたんまり残ってるように見えるけど。塩漬け青魚、熟していないスミラウリシャブシャブ団子、それと食べたら舌が凍る。食べたら舌が凍るなんだかソーマ島が見えてきた気がする。氷花の活やばいだろ。さよならみんな。池凍るんだぞあれ。全部トーマがご自身で入れたおかしなものじゃございませんか。自分の食材をずっと救っていましたよでも彩香は鍋に高すぎだろ。おい、旅人がこんなんこんなんや。お前鍋食うときお前こんなあるか。天領奉行が本当に何か準備をしているのでしたら一度休息を取りましょう。寿司でっか。ちょっと待って、寿司クソでかくね。なあ、これぐらいある寿司が。これぐらいある顔に対して。でかすぎだろ。部活の寿司やんこれも。ありがとうございます。
しみだな。早く新しい料理が作りたい。これを看板にデカデカと書いて、今日新しい料理が異国の料理ですよ皆さん。お食事の時間を邪魔してしまい、わお、申し訳ございませんでした。あ、冷えちゃったじゃん、クソでかい寿司が。働いた後の方が食事は美味しいから寿司でかすぎ寿司でかすぎだろ。熱いうちにマジででかいやん、これ見て、これこんぐらいあるよ、寿司顔ぐらいあるやん。パイも顎外れるぞマジで。どうでしょうか、今回の食事は満足できましたか。卵焼きでっか。卵焼きがでかすぎる。もちろん。いやいやいや、いいよ、おしぼりかと思ったマジで。それでは着物を受け付け、でかすぎでかすぎ。皆様の神秘的な奇人に会いに行きましょう。でかすぎるって。ああ疲れた。いやようやったでしょう今日は。おくんなっつ。あやちゃん、あやちゃん嘘つくなお前カゼンの妻、夫らしく仕上がれ、黙れお前マジでうざ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 すぎだろ